はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回はブギウギの第22話について話していきたいと思います。はい、ブギウギ第22話、ね、お母さんが、本当のお母さんではないことが分かった香川から、実家へ戻ってくるという回でしたね。で、戻る、家に入る直前で、弟六郎に、この件は二人だけの秘密やでっていう感じでね、六郎は秘密ができたことをね、喜んでましたけども、視聴者のみんな、これ六郎きっとすぐ喋るなって思ったんじゃなかろうかと思いますが、どうでしょうか。私は、これ喋るなと思いましたけどね。まあ、ね、鈴子と六郎のこの兄弟のね、ハグするシーン、ね、なかなかの感動的なね、シーンでしたね。六郎がこう、うまいですよね。この人はきっと、売れるんだろうなと、これからたくさんドラマ出んだろうなというね、非常にうまい、うますぎて怖いもんね、なんかね、いやー、こういう人いるんだなって感じですよね。そしてそれが見つかるっていうね、その才能が見つかってこの世に出てきたってことがまた本当すごいなってね、思いますよね。どういう経緯でここに来たんだっていう感じですね。オーディションなんですかね。オーディションに出させた人もすごいしね。不思議だわ。そして、ね、こう、なんか家族写真みたいな撮るときにね、六郎がこう、亀もね、家族だからっていう感じのところもね、なかなか良かったなと。そして昨日だか一昨日だか昨日か言ったちょっと遠い人がと思ったら、あれは割と近いおばさんなんですね、多分。なんだ、お母さんの兄弟なんだろうね。じゃあまあ遠くないなとまあいいかって思いましたね。最初の時は分からなかったから、なんか知らないおばさんが、あんたのお母さんは本当のお母さんじゃないんだよ、告げたと思ったから、非常にこう、違和感がありましたけど、多分お母さんの兄弟ですね。じゃあまあ、いいかな、というところですかね。あとはおばあちゃんのね、貫禄がね、ありますね。あんな貫禄のあるおばあちゃん、すごいね。すごいね。ファミリーを支えてるって感じがね、ありますね。あとは、今日はあれか、鈴子がこう歌を歌ってるところをね、橋本淳さんがね、見てて、やっぱり鈴子は歌だなみたいなね、早く化けてくれみたいな感じでね、言ってましたね。すごいね、歌の才能があってダンスができて、すごいね、アイナ・ジ・エンドみたいな、すごいね、はい、そんな感じで、で今回良かったなと思うのはやっぱりね、リリーだね。リリーがやっぱりね、いいね。リリーの性格がいいね。清水くるみさんだっけ、いいね。リリーが出るとこうほっとするし明るくなるよね。ああいう子いいね。ああいう明るい子がいいね。とにかく、人前で明るいって子がね、やっぱいいね。と思いましたね。はい、そんな感じで、明日も楽しみにしたいと思います。はい、私、D のんちザワイズは、ね、10月今日で終わり。ね、ハロウィン、皆さんハロウィンどこ行きますか。渋谷ね、あんななっちゃって、せっかくの
まあでもね、まあ何回も言いますけど、やりすぎちゃう。ただね、歩いてたらよかったね。あんなに人が集まって素晴らしいなと。なかなかそういうのを作り出すっていうのは難しいんでね。ね、世界的にも結構評判というね、あるんじゃないですか。ね、せっかく作り上げたのにもったいないね。みんなダメだよ。暴れちゃう。まあそれによってね、他の町が潤ったらいいですよね。その池袋とかその新宿とかその辺がなんかね、うまくいくと。まあ池袋なんか盛り上がったらいいんじゃないですかね。まあそんな感じはしますよ。とにかくみんながこう、ね、楽しそうにしてるのがいいですけどね。あんまり騒ぎすぎず、ね、楽しんでいただきたい。その大人もね、大人ももっと楽しんでください。若者だけじゃない。ね。特に年寄りの皆さんはそういうのを、ね、もっとやっていかないと、本当に歩けなくなっちゃうし、ボケちゃうし、ね。うちのその、ね、親父が今入院してる病院はなんかすごく、いいなっていうところは、その受付っていうのかな、その会計とかそうやる受付の人がチームはね、かなりいいんだな、いいと思ってまして、いろんな病院見てきましたけど、非常にいいなと、なんかいい気分にさせるというかね、嫌な感じがないんだよ。大体の病院ね、結構暗いんだよね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、ねえ、なんか無理に出るから、笑顔でこう明るくっていうね、病院がなかなか少ない。そしてその病院はね、ちゃんと、至るところにアンケート書くのもあるしね、すごくいい。だからその、第三者のところにちゃんとアンケートを頼んでたりとか、そういうところが、多分増えてんでしょうけど、すごくいいですよね。そうするとこっちのなんていうの、家族は安心しますよね。いや、アンケートがないところは何にせよダメだなと思いますね。アンケートあるところは、そのまあ食べ物屋でもそうだし、なんででもあれアンケートってあるといいと思うな。だってなかなか直接は言えないしね。俺みたいにね、直接言える人は少ないから、そうするとね、俺みたいなのがなんかね、特集みたいになっちゃうから、ああいうアンケートめちゃくちゃありがたい。ちゃんとみんなね、意見は持ってるはずだから。でね、どんどん良くなってった方がいいし、どうしていいか分かんないっていう病院も多いんじゃないかなと思うんだけど、アンケート増えてきてますね。素晴らしくいいと思う。だから、いい風になってるって、いうところもあるね。それはちょっと嬉しいね。ただもう書類というか紙の書類が多すぎて、そこはもう本当にね、デジタル庁なりなんなりがね、率先してやっていただかないと。もう紙の資料がなくなると、いろんなところがね、空いていいんじゃないの。特に東京なんてもう紙でね、その面積を奪うのはもったいないよね、なんてことを思うハロウィンでした。10月終わりですね。11月、皆さん楽しんでいきましょう。11月12月、ね、そしてこれを見てるあなたね、もう私はこうもう忘年会始まってますんで、皆さん楽しんでいきましょうね。はい、ただその忘年会って言ったって終わるわけじゃないんだよ、このね。そうダメだよ。まあ、この11月とかになるともう今年終わったみたいな感じになっちゃう人はダメで、こっから始まるって感じでね、やっていただくのがいいと思います。はい。皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますね。なんとか、これはね、このチャンネルが100万人いけば、ね、私はもういろんなところに行けるわけで。んで、とにかくいろんなところへ行きたい。そんな感じで。それではまた。Bye.